皆さんこんにちは。ミッションエイドクリスチャンフェローシップの牧師関根和夫です。今日は4月27日金曜日、今日の聖書の箇所はイザヤ書51章の12節から23節まで、でタイトルは虐げる者の憤りは束の間、神の約束は永遠ですとなっています。イザヤ書51章12節から23節。私、この私があなた方を慰める。あなたは何者なのか。死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとは。天を引き延べ地のもといを定め、あなたを作った主をあなたは忘れ、一日中絶えず虐げる者の憤りを恐れている。まるで滅びに定められているかのようだ。その虐げる者の憤りはどこにあるのか。囚われ人はすぐ解き放たれ、死んで穴に下ることがなく、パンにもこと欠かない。私はあなたの神主であって、海をかきたて波をとどろかせる。その名は万軍の主。私は私の言葉をあなたの口に置き、私の手の陰にあなたをかばい、天を引き延べ地のもといを定め、あなたは私の民だとシオンに言う。覚めよ、覚めよ、立ち上がれエルサレム。あなたは主の手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干した。彼女が産んだすべての子らのうち誰も彼女を導く者がなく、彼女が育てたすべての子らのうち誰も彼女の手を取る者がない。これら二つのことがあなたを見舞う。誰があなたのために嘆くだろうか。滅亡と破滅、飢饉と剣、私はどのようにしてあなたを慰めようか。あなたの子らは網にかかったオオカモシカのように気を失って、すべての街角に倒れ伏す。彼らには主の憤りとあなたの神の咎めとが満ちている。それゆえさあこれを聞け、悩んでいる者、酔ってはいても酒のせいではない者よ。あなたの主、ご自分の民を弁護するあなたの神主はこうおせられる。見よ、私はあなたの手からよろめかす杯を取り上げた。あなたは私の憤りの大杯をもう二度と飲むことはない。私はこれをあなたを悩ます者たちの手に渡す。彼らはかつてあなたにひれ伏せ、我々は乗り越えていこうと言ったので、あなたは背中を地面のようにし、また歩道のようにして彼らが乗り越えていくのに任せた。今日はイザヤ書の51章の12節から23節までを聞いていただきました。どんなふうに感じたでしょう。今日のタイトルが虐げる者の憤りは束の間、神の約束は永遠ですというふうになっていて、大きく分けて2つのテーマがここに語られているんですけれども、最初は私はあなたの神であるということから解き明かされていて、最初の言葉は非常に印象的ですね。私、この私があなたを慰める。あなたは何者なのか。死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとは、という問いかけがあって、要するにいろんなものを恐れているけれども、あなたは本来恐れる必要ないのではないかと。私が神であり、私があなたを愛し、私があなたを支えているのだから、ということですね。でさらに読んでいくと13節には、天を引き延べ地のもといを定め、
あなたを作った主をあなたは忘れ、一日中絶えず虐げる者の憤りを恐れている、とこうあって、天地の作り主である神が一緒にいるはずなのにそれを忘れてしまっているという現状がここに語られ、15節には、私はあなたの神主であって海をかきたて波をとどろかせる、その名は万軍の主とあって、海を沈める神という言葉が出てくるわけですけれど、そういう方が一緒にいるのだということを、本来覚えているべきなんでしょうけれども、なかなかこれ難しいですよね。悩みが目の前にフォーってこう押し寄せてくると、あっという間にもう悩みに飲まれてしまって、神様が一緒にいることなんて全然もう覚えられないというか、思い出せないということが私たちの日常にはあるような気がします。で、これとっても大事なことなんですよね。そういう出来事というのは残念ながら、クリスチャンであろうがなかろうが、世の中の理不尽な部分というのはいろんな形で起こってきます。ですから、悩みが全然ないということはないんですね。やっぱり悩みがあるし、もしかすればいじめられる経験もあるし、嫌になっちゃうなという経験もあるんだと思います。ただそういう状況だからこそ、この言葉を覚えておく必要があると思いますね。私、この私があなたを慰めるのだというこの言葉。そして後半ですけれども、後半に入ると、サメよサメを立ち上がれエルサレム、あなたは主の手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干した、とこうあって、いろんな辛いことがあって、失敗があって、罪があって、あなたはその痛みを経験し、その罪の報いを経験し、あなたは神様によって癒されたのだから、もう大丈夫だよというメッセージがここに書かれています。あなたの主、ご自分の民を弁護するあなたの神主はこうおせられる。見よ、私はあなたの手からよろめかす杯を取り上げた。あなたは私の憤りの大杯をもう二度と飲むことはない、という、まあ慰めですね。大丈夫、罪は許されてるから大丈夫というのと、私が一緒にいるから大丈夫というメッセージが、このイザヤ書の51章12節から23節の中にはあふれているような気がします。で、こういう話を聞いて、なるほどと思って、まあいわばそのフェイスブックとかだといいねを押すわけですね。いいですね、なかなかこの話。まあ問題はですね、いいねを100万回押してくれても、そのことが本当に日常で生きていないとあまり意味がないんですよね。そうなのかとこう頷いて、じゃあ今日からその線に沿って生きてみます。理不尽もあるし、いじめられることもあるし、痛みもあるけれども、でもあなたは共にいて許し、共にいて戦い、私を慰めてくださるお方だということを信じて、私はそれを本当に信頼して今日一日生きてみます、という決意が、実はとても大事なことのような気がするんですよね。納得ということ、もちろんそれいいことですし、いいねを押してくれるのもとっても素晴らしいことなんですけれども、おそらく聖書が進めているのは、あるいは神様が望んでいるのは、信じている通り生きてごらんということなんだと思うんですよね。虐げる者の憤りはつかの間だ。でも神の約束は永遠なので、神が慰めてくださるという約束も、神が許してくださったというその宣言も永遠的なものだよというので、ちょっと元気をもらってですね、じゃあ今日一日元気に生きてみようかなという、そういう進み方といいますか、それが求められているんだと思います。で、似たような文章は詩編の37編の中にもう細々と書かれていて、頭に来たことがあったら詩編37編を読むといいよというふうに言われているんですけれども、この今日読んだイザヤ書51編では、まだまだ足んない私の虐げとか悩みはという人はですね、ぜひ詩編の37編を後でゆっくり読んでみるとですね、かなり明確にわかると思うんです。で、これもまたいいねではなくて、そうか、それじゃあわかりました、いろいろ悩みあるけれども、私はあなたと一緒に今日一日生きてみます、イエス様よろしくお願いします、という、そういう方向性というのがとても大事なことのような気がするのです。私、この私があなた方を慰める。あなたは何者なのか、死ななければならない人間や草にも等しい人の子を恐れるとは。天を引き延べ、地のもといを定め、あなたを作った主をあなたは忘れ、一日中絶えず虐げる者の憤りを恐れている。問題を目の前に置いてしまうと太陽だって見えなくなります。
10円玉を目の前に置いてしまったら太陽だって見えなくなってしまう。もちろんあなたの問題が小さいという意味ではないんですけれども、でも問題だけを目の前に置いてしまうと神様の約束も神様の祝福も見えなくなってしまう。それは大いに注意すべきことなんだと思います。もう一度繰り返します。虐げる者の憤りは束の間だと。でも神の約束、慰め、臨在、許し、それは永遠ですよと聖書は教えています。幸か不幸か、私たちの人生には必ずと言っていいぐらい理不尽な出来事があり、悩みってあるんですよね。で、悩みだけを消そうと思ってもなかなか悩みって消えてくれないんですよね。悩みを消そうと考えれば考えるほどその悩みが心の奥の方に入ってしまうことがあるんですね。悩みを忘れることはできないんですけれども、ある人が非常に興味深いことを言っていました。悩みを持っていたらそれをあなたの内なる隣人としてあなたの内側にしっかり留めておくといいよっていう、無理に忘れようとしないで、悩みがある私がここにいますって神様の前に出るといいよと言ってくれたの、非常に興味深く聞いたんですけれども、今日の言葉を思い出しながら、悩みがあっても神様の慰めがあることを、神様の助けがあることをしっかり忘れないでほしいのです。そして神様のところに逃げてほしいと思います。一言祈ります。恵み深い天の父なる神様、私たちはこの地上で悩みがありますけれども、でもそんな中でもあなたは約束を変えることがなく、誠実に私たちを愛し、私たちを許し、慰めを提供してくださることを感謝します。悩みに飲み込まれてしまうことがないように助けてください。一人一人の心の中にあなたが励ましの言葉を今届けてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。